花でございます。今日はですね、リュウちゃんママ、そして勝利の柔道の友達、うん、もうみんなでですね、こちら回転寿司でございます。こちら、まずはマイモン寿司。あれもめちゃくちゃ美味しい回転寿司、子供たちもいますんで、今日もどんどんたくさん食べたいと思います。行きましょう。はい、行きましょう。すごいのがもうね、これ個室になっててすごいいいんですよ。僕の部屋を取ってくれて、はい、さ、早いな、行くの。興奮してんのよ早く食べたくて興奮しまくってるから、ね、さあ、ということで、店内に入ってきましたけど、もちろん回転寿司なんだけど、回転寿司でそっちにはね、回転のあれがありますが、各テーブル個室っぽくなってる。僕半個室みたいな、ね、うん、ここはもうほんと個室を今日はですね、うん、取っていただきまして、うん、という感じでございますね。はい、で、全部タッチパネルで頼んでいく形式になりますんで、はい、よし、子供たちよ、お腹空いてますか？お腹空いてる人、めっちゃ空いてます。空いてる、はい、空いてるよし、じゃあね、飲み物もいいから、もうどんどん頼んでていいよ。よっしゃ、やるぞ。よし、いけ。はい、そこはね、本当にね、新鮮な北陸のお魚が食べれる。北陸、だから金沢ですね。金沢、めちゃくちゃ美味しいんだよ。はい、え、何でもいいっしょ。いいよ、何でもいいよ、好きなものいっぱい食べていいよ。そう、我慢しよう。イエーイ、いい、いい、バリンクもプラスチック、プラスチック。なんかすごいパンじゃん、何これ。いっぱい、あ、生牡蠣もある。生牡蠣食べない。よっしゃ、カニ。こちら大トロになります。これ多分でしょ、これ上のやつ。見てママ、伊勢海老になります。見てママ、ほら見て、ママたちまだ食えないよ、飲み物さえ。うんま苦手だからな、わかんない。うまっ。うまいですか。うん、まっ、めっちゃうまい。よかった、美味しそうだね。バニうまい、カニうま、どうあった、うん、まっ。あれマジこね、あ、エビうまそうなんだけど、これでいい。うん、うん、うん、あ、いいな、楽しそう。ママもそっち来た楽しそう、ママそういうとこ入るの大好き。あんた、カニ味噌あるよ、勝利。カニ味噌。ガチで、うん、どこどこどこ、あ、来た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 。あれ、どこやろ。うわ、これ、風もある。よし。いや、うまそう。うまっ。軍艦でさ。いたします。こちら、広島県産の生牡蠣。あ、生牡蠣が来た。美味しそう。ゆうちゃん食べる？生牡蠣。ゆうちゃん食べたら、ホタルイカ。めちゃくちゃ、おー、来た、結果に来た。こちらカニミになります。あ、だから、トガシのこれで、だから、トガシ一回頼んだもんね。頼んだよ。だから、トガシのこれ、トガシはこれで、うん、うわ、やばっ、見てて気持ちいいかな。うまっ。これ美味しそうですね、これ。すごいね。こっちはこっちでね。牡蠣、ね、食べていい？はい、どうぞ。めっちゃ美味しそう。きれいだね。うん、はい、ポン酢とかあるんじゃない？いうん。これをポン酢。うまっ。ママね、牡蠣大好きなの。知ってた？食べる。うん、うまっ。牡蠣うまっ。めちゃくちゃうまい。そうすれば、1個で済むじゃん。無理は？なるわ。シャリ、うまいね。いや、すごいよね。え、おいしい。寿司めっちゃうまいし。マジ、うん、ねえねえ、今来てないから、ね、うん、家に縁側をいただきます。いや、ちっちゃいのみたいな。うまっ。下に大きいの出るみたいな。めっちゃうまい。これのどぐろ、これ4、うん、いいやつ、いただきます。どぐろ、うまっ。おいしい。
北陸と築地から直送の新鮮な魚なんで、うん、だから美味しいんだね。美味しいよ、めっちゃ人気だから。どうなんだっけ、並んでたね、行列がやっぱり。中身ほら、美味しそう。うん、失礼いたします、こちらガスエビになります。あ、これがカズエビ。カズエビ。お前ら大トロ頼みすぎやろ。カズエビうまっ。うまっ。エタ君どうですか。うまい。うまい。すごいな、これも美味しそうですね。軍艦になってるマグロが。え、俺これ、俺これ。ね、うわ。こぼれちゃう。うわ、もう俺が2巻食った。これ美味しそうだね。食べる。あ、じゃあ手伝う、これ。今なんか、俺これ食うから。もう絶対いいぞ。ねえ、じゃあ、俺これ食うから。うまい。マグロかカニかしか持ってない。うまい。何だって食ってないの。赤いもの大好き。全部同じ色じゃないこれ。やばいことになってきたな。絶対さ、じゃあ俺が全部ちょっと何でも頼んでいいよって言ったら、あいつらちゃんと分かってんだ味を。すげえ高いのいっぱい頼んでる。すごいね。すごいね、あのマグロ尽くし。すごいね。一気に食べれる？いいよ、食べていいよ。いっぱい。じゃあガチでやばい。見てたらお腹いっぱいになってきちゃったな。それなんだよね、なんか食べてるの見るとさ。本当に、あいつら見てたら。こちら赤エビのバター醤油焼き。はい、あなた。はい。こちら2人前。あ、はい、あなた。はっ。ねえ、これ、誰だよ。ねえ、絶対。カニは俺、食べてね。食べてね。え、じゃあ、これ食った。そうだよ、絶対食べなきゃダメだよ。これ食ってあげよう、食ってる。うーわ。あ、これが茹でた結果もした。何を重ねてるの。もう無理。何重ねてるんだよ。マグロ三段。これはいける。いける。嘘でしょ。うわぁ、すごいな、やった。何それ、初めて見た。え、じゃあ、あと8巻。文字で終わったな、それ。うまっ。マグロ好きやん。めっちゃ好き。そうなんだ。マグロばっかりじゃん。でも失敗してる。選びすぎて失敗してる。選びすぎて今いい9割ぐらいでしょ。いいよ、無理しなくいいよ。無理しないよ。それこっち。いや、頼んでもう食ったと思って、もうないと思ったら一気に来た。ああ、来ちゃったんだよね。どこへ行ったの？トカシはトカシ何好きなの？僕エビです。エビが甘エビとか好きなんだね。でも俺はこれ全部エビが好きなんだよね。いっぱい頼みな。あ、もうあとカニのでかいやつは2個食う。それ勝利だよ、勝利だよ。それ勝利だよ、それ勝利だよ。もういけると思った。いける。俺は食べたときいけた。俺は残さずいけた。いや、あれうまかったら多分ね。やばいね、これ残したらダメだからね。いや、マジで大丈夫。絶対残したくない。残したくないんだ。それはやる。食うって言ったのか。偉いね。入ったらダメだよ。偉いね。そうだ、あのここのさ、寿司屋さん YouTube やってて、マイモンチャンネルというね。うん、マイモンチャンネル、マイモン、マイモン、うん、そうです。毎日ぜひ見ていただけると美味しいね、うん、マイモンのいろんなメニューが見れます。マイモンチャンネルよろしくお願いします。はい。あ、待てよ、処理来てよ、処理来てよ。カニがんこ盛りになります。そうです、また頼んだの、それ。あ、偉いね、美味しいよね。俺大好きよ、俺が。
パパのおかげでバッテラが好きになった。これです。こういうの上からかけれるよ。こういうお醤油もあるんで。うわー、美味しそう。いただきます。うまっ。いただきます。うわ、美味しそう。あ、中に生姜が入ってる、ほら、うん、優しい。あ、中に生姜入ってて、見た？え、ほんとだ、ほんとだ。そうそうそう、ここに生姜が入ってる、優しい。勝利こってやばい、13杯勝利に行ってきた。取れてきた。めっちゃうまい。うまいね。やば、うまい。うん、すんごい美味しい。カニ味噌丼か。これ勝利が好きそうだけどね。最初の2巻と最後の2巻の近くいや、まださ、勝利がこっち来てからだから8ヶ月ぐらいかな。だってそんなになった？8ヶ月になった、うん、まあ、でも1年もないのに、もう超仲良くなってるからね。本当に親友生になってるから、他のね、他にもいるけど、同じ5年生だ。すごいね。あ、来た。はい、どうぞ。これで一本穴子。うわ、美味しそう。うわー、ありがとうございます。これ、そんな食べた？そんな食べたの？39巻？うん、59巻。うまい。うまい。これ、卵焼きもあります。え、なんか中に入ってる。本当だ。え、卵焼きじゃねえ。卵まま。卵のお寿司。あ、そうだ。ね、中にご飯が入ってる。あったかい。あ、ずーちゃん作ってる。なんか醤油色を醤油つけて。めちゃくちゃうまそう、これ。そうだね、あったかい。いいね、卵があったかくって。ふわふわ。うん、うまい。卵、嫌いものは、あ、いいね。あ、来た。あ、デザート来て。トガシデザートなんじゃない、お前。あ、トガシデザート作ったんだ。じゃあ、バスケチーズ系食べます。食べて頼んだんだ、トガちゃん。あ、トガシ来たよ。どう？チーズケーキ。うまい。とろとろ。美味しそう。いいよ。うまっ。数えなきゃ。約9000円から2万5000円。うまっ。うまい。なんかトロットロでしょ、なんか真ん中のところがこぼえてしてる。めっちゃ美味しい。美味しいよね。変なケーキ屋さんで買うより美味しいね。チーズケーキ。ちょっとバーバにテイクアウト。うん、テイクアウトもできますからね。バーバがね。サーモン好きだから。サーモンとかね。さあ、ということでございまして、ね、金沢マイモン寿司さんのお寿司、堪能しました。美味しかった。美味しかった。どうですか、皆さん、もうお腹いっぱい？はい。そうだよね。すごいですね、そのお皿3人で。小学校5年生がこんだけ食べましたか。すごいね。食べた。はい。もう最初の元気なくなっちゃいましたけどね。お腹いっぱいでございますんで。すごい美味しかったで、ゆうちゃんどうでした？美味しかった。ね、美味しいよね。また来たいですよ。また来たい。はい、本当に美味しいです。まあ、今日は撮影許可いただいて、こう個室でいただいてますけども、普段は、あっちでね、もうちゃんとしたこう回転寿司のね、はい、カウンターでも食べますんで、ぜひ皆さんも行ってみていかがでしょうか。ありがとうございましたね。ね、ありがとうね、二人もね。はい、また行きましょう。はい、ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。